町田のサッカーに文句を言ってる人は恥ずかしいとチョンテセ氏が警告。元 J リーガーのチョンテセ氏が町田のサッカーが汚いとか文句を言っている人は恥ずかしいと思った方がいいと警鐘を鳴らした。そう発言している人たちは赤っ恥をかいていますからね。批判している人たちはサッカーを知らない。ロングスロー、時間稼ぎなんて海外のクラブは普通にやっています。できるだけ人に迷惑をかけないようにプレーする日本のスタンスが国際舞台で弱点になっている側面もあります。それに気づいてないわけです。投手は続けて話す。町田みたいに徹底的に時間稼ぎをしてブロックを作って守る、ビルドアップを重視しない、時代錯誤のサッカーを受け入れないスタンスは老害みたいに感じます。不純物扱いするのはベル杭を打つ精神が働いていると思ってしまいます。町田みたいなサッカーがあっていいじゃないですか。ルールの範囲で時間稼ぎをして何が悪いのか。ヤフーのコメント欄、必死に言い訳してるけど哀れだな。ルールの範囲じゃないから最多イエローなんじゃないの。そもそもルール違反だろとは言ってなくて、たとえ主観であっても気分良くないって話なので反論も間違えてる。ラフプレーしたりベッドサッカーで時間稼ぎするのは嫌われるのは仕方ないだろ。批判覚悟で勝てばいいというならわかるが、批判もするなというのはおかしいんじゃないか。時間稼ぎしてる間に若い子が退屈してきなくなるよ。勝利を追求した結果客が減って経営が立ち行かなくなるとか本末転倒。ロングスローはいいけど、あんまりみっともないプレーはしてほしくないわ。子供が憧れなくなったら終わりだぞ。ルール違反じゃない事柄であってもやってほしくないことっていうのはあるよ、視聴者目線だと。どうしてわざわざ老害とか根拠もなく特定の層への誹謗中傷するんだろうね。とりあえずボール吹き吹きは禁止にしろ。